今回の地震で皆さんどんな準備をすべきだと感じたのでしょうか。災害用のなんかこうこれだけ持って外に行けばとりあえず生活はできるようななんかこう便利グッズみたいな。寒い時怖いなと思ってなんか防寒できるものなんかあった方がいいかもって思いました。ポータブル充電器とかそういうのはやっぱり情報源がないとどこに動けばいいのかもわからないんで。さあ、ハンズ広島店の5階に来ています。 DIY のツールなどが並んでいるんですが、その奥こちらには防災グッズのコーナーも設けられています。能登半島地震以降問い合わせなどが増えているんだそうです。売上の伸びでいうとどれくらいですか。そうですね、去年は案外落ち着いた年だったので去年とこの時期と比べると5から6倍の売上になっております。そんなに増えたんですね。はい、売れ筋商品というとやはり防災バッグ。そうですね、地震発生後からお一人のお客様が家族分にと3、4個まとめてご購入されたり、あとは都会にお一人暮らしされているお子様向けに配送を受けたまわることも多いです。はい、中にはタオルや歯磨きなど避難所に行ってもそのまま生活ができる日常品が入っています。報道で飲料水が足りないっていうニュースがありまして、皆さん結構防災グッズを買われるお客様は大体の方が水を買われるんですけれども、通常のお水は 2,3 年保存と言われてるんですが、こちらは7年保存できるタイプになってます。こちらの電球ただの電球ではありません。ブレーカーを切りにしても電源がついているものになります。はい、なんでブレーカー落ちたのに。はい、電球として使っていただいて、はい、使いながらこちらの電球に充電していく商品になります。はい、さらにこちらの端子のところに手を触れていただくと、すごい、ついた。はい、なんでなんで。はい、懐中電灯としても使えるんです。被災地でも役立ちそうですね。最後は寒さ対策のおすすめグッズです。こちらがですね、カセットガス、カセットボンベですね。こちらで使える暖房になっております。はい、確かに能登半島地震でも今寒さがかなり問題になってるん で、 そうですよね、電池や電源コードを使わないっていうのが、はい、停電時にも役立つっていうのがいいですね。はい、そうですね。これは何の商品なんですか。はい、いつもはクッションとしてインテリアで使っていただけるものなんですが、はい、実は開くと寝袋になります。このクッションがですか。はい、クッション性がアルミのタイプのよりしっかりしてて寝心地がいい。はい、あとは密かに枕がついております。ちゃんと枕になってる。そうですね、ポケットがございますので商品を入れていただいて眠っていただくことが可能です。結構盗難とかも問題になってるの で、 ですよ、ね、これ私も寝てみてもいいですか。はい、ぜひよろしければどうぞ。おお、気持ちいいですよ。ですよ、ね、枕がしっかりしてる。思いのほか暖かいです。ね、びっくりしました。結構包まれてる感じがあって、保温性はバッチリですね。はい、もしかして顔隠れるんですか。ごめんなさい、失礼します。すごい、ちょっと閉まります。はい、すごい、このあたりまでは。はい、顔を隠すことによってより暖かいですね。あ、そうですよね。これは本当に嬉しいです。顔見られたくないので、はい、これはいいかもしれない。うん、あ、でも確かにこう顔を見られたくない、その、ね、あったかいだけじゃなくて自分の空間をこう確保できるという面でいいかもしれないです ね、 そうですね。特に避難所生活はいろんな方々と一緒に寝泊まりするので、なかなかやっぱ自分の空間って保ちにくい中で寝てるだけ時だけでもこうやって保たれるとちょっと安心しますよね。そうですね、特に我々広島ってその豪雨災害を経験しているので、こう夏の避難所とか暑さ対策というのをイメージしやすいですけど、はい、冬の避難所とかこう寒さ対策というのは広島さん改めて考えないといけないのかもしれないですね。本当ですね、もう今まさにいろんなニュースからもう寒さが本当にひどいっていう避難所からの声を聞いてますから、やっぱりそういったところも季節に応じた対策っていうのをしておかなきゃいけないですね。そうですね、今日はスタジオにいくつか商品を集めてみました。こちらご覧ください。いろいろあるんですが、まずはですね、基本として、この防災バッグ、とりあえずこれがあれば安心という方も多いんじゃないでしょうか。で、今本当ね、たくさんのものが入ってるんですよ。
ここまでのものがこのオレンジの袋一つに入っているということで、携帯用トイレやタオル、給水パックなど避難所でもすぐに生活できる日用品が入っているんですね。すごいコンパクトですし、本当に最低限がこのリュックの中一つに入っているってことですよね。まずこれだけあれば木下さん安心というところありますよね。いやそうですね、確かに一つ一つを見ると あったら便利って話聞くなっていうのは分かるんですけど、これがもう全部セットになってる、一つ一つ揃えなくていいっていうのは本当に助かりますよね。でこういう防災グッズのセットはありますという方には改めてですね、機能が進化している、ほう、はい、今まであったものよりもさらにですね、進化したものが出ているというのを知ってもらいたいなと思います。まず VTR がありました、はい、ね、通常は 2,3 年保存の水が今これ7年できる、無菌でこれ容器に入れてるので長期保存できる水、こういうのもあるんですね。水は欠かせないですからね。そうなんですよ。そしてこちらも VTR ありましたが、点灯しながら充電する電球、これどういうことかというと、まあ、電球として普段こうやって使ってますよね。で電球がついてるときに同時に充電をしてるんです。なので停電になったとしても充電されてるからこの電球はついてるわけですね、はい、で実際にこの電球をこういった専用のこうソケットがありますんで、これをつけるとここのスイッチで普通の懐中電灯として使うことができると、はい、特別に準備する必要がなくって、もう家に備え付けられているものをそのまま使えるっていうのは便利ですね。なので電球をこうやって外してこれをつけてこう懐中電灯で使うこともできますし、はい、まあ、ずっとこうでスイッチのオンオフができないんですけど、こう手で持ってても明かりはつくということなんですね、手で握ってるだけで明かりがつくっていうのが、3周握ってもね、それだけでもこう明かりがついたりしますからね。これは本当に、これ今手だけです。すごい、はい、しかも結構な明るさですもんね。これ今手だけで持ってますから、はい、さあそしてこういうのも今あるということで、こちら VTR がなかったんですが、今週発売されたばかりの保存食、いざめし台湾といいまして、いざという時の食事、保存食というよりも本格的な台湾料理になっているんですね。今日は2人にですね、実際に召し上がっていただきます。はい、この黄色のパッケージですね、はい、干し椎茸と干しエビの五目おかゆです。結構具材がたっぷり入ってますね。そうなんです。いただきます。すごい、うん、おいしい、おいしい、保存食とは思えないぐらい美味しいです。だから普段使いでもいけるしって、保存食でもいける、干しエビの香りしっかりしてます ね。こういったものもあるんですね。でハンズ広島店によりますと、今まで地震が起きたら何を買ったらいいんですかという問い合わせがあったのが、そういうのもうほぼなくなってきて、もう皆さんセルフで自分はこれを買いに来ましたという方が増えていて、それだけやっぱり防災意識の高まりを感じますというお話をされていました。皆さんもね、一度また見直してみてはいかがでしょうか。以上今生キャッチでした。